どうもフィジカルデザイナーシナパンです。 YouTube 体育大学トップアスリートフィジカル分析編、今日はジャンプ力を上げるためのダンクをするための体の使い方考えていきます。今日はラッセル・ウェストブルック選手です。 NBA の本当の中でも身体能力やばい選手です。本当に伝説級のレジェンドになるであろうこの選手から教わるのはダンクができる足とできない足の違いです。テーマはあそこです。あの膝の下のあの辺がすごく大事なんです。活目してください。というわけでですね、ラッセル・ウェストブルック選手でございます。めっちゃ好きな選手。野生的な。野生的なね、うん、トリプルダブル、3年連続やってる選手ですね。トリプルダブルってあれですよね、ゴール、リバウンド、アシスト、全て2桁。平均トリプルダブルを3年間やってるんですよ。化け物だ。化け物だし、僕が注目するのは、そんなに大柄な選手じゃないんですよ。190センチ台ですよね、確かね。なのに、ダンクバカバカ決めるんですよ。ちっちゃいけどダンクするって、日本人超好きじゃない。俺も好きなんですよ。身体能力半端ない選手なんですけど、結構ダンクするときも、なんですかね、上半身をうまく使う選手もいれば、下半身をうまく使う選手もいて、僕は後者かなと思ってて、ダンクでこうジャンプした後も、多彩なプレーができる選手って、やっぱり足の使い方でしっかりジャンプできる選手が多いので、それがウエストブルック選手から学べるとこだなということです。そして、ウエストブルック選手の私の好きなポイント、この人の座右の銘知ってますか？知ってますか？ファイノットって言うんですよ。なぜやらないんだっていうのをブランドにしてくるような、そういう名前のブランドのアパレルをやってるぐらい。これのね、ストーリーが熱くて、高校の時全然伸びない選手だったんですよ。もう凡人だったんですよ。でも、練習はすごくする選手。一日だけ練習をサボったそうです。まあ、ちょっと他になんか予定があって、本当に、そういうサボりとかでの、その日に、そのチームのエースが亡くなったんですよ。もう本当に NBA 確実と言われる選手がそのチームのエースで、もう雲の上のような、その人がその一日で死んだんですよ。その時に、こういう選手ですら何が起こるかわからない。じゃあ、今やらない理由はないっていうことから、ファイノットっていうことを自分はずぶっで頭に思い描くことを決めたその日からバカみたいに成長し始めたっていう、本当漫画のような選手なんです。すごいな。だからずっとファイノットファイノットって言って自分を奮い立たせた選手なんですよ。すごいね、頭もいい選手で、なんかその人の人柄が私すごく好きです。なんか好きな選手なんですよ。ジャンプ力学んでいこう、この熱い選手から。こうやって考えてる選手ですから、やっぱりね、理論に裏付けされた体の使い方あるわけなんですよ。今日注目していただきたいのはスネです。膝の下のあの辺のスネです。スネだったんだ。スネですよ。スネが大事なんですよ。ちょっと映像出しましょうか。あ、映像ちょっと画像出しましょうか。ちょっと出してみてください。これジャンプする時の直前の、画像なんですね。ちょっと戻しますね。これ2パターンあるんすよ。ジャンプ力がない、まあダンクとかできない選手ですね。結構ジャンプ力がうまく、上に力を伝えられない選手ってこんな感じになります。どういうことか。ジャンプする時の膝が前に出てしまって、すねが前にこう傾くんですよね。この状態からジャンプする選手っていうのは、まずジャンプ力っていうのはそう高くありません。なぜかというと、膝が前に出てしまった分、力が前に働いてしまう。かつ、前ももの筋肉が働きやすくなってしまいます。前ももの筋肉を太もも使えればいいんじゃないか、思いでしょうね。でも、股関節を曲げたとこから伸ばすときに必要なのは、裏の筋肉。裏の筋肉をうまく使うやり方を、ファイノットやってるんですよ。なぜ前に行っちゃうんだと。ファイフォワード。イエス、リニア。リニア、リニア。リア、リア。リア、リア。リア、イエス、リア。ファイフロント。フォワード。よくないんですよ。見てください。さっきの画像もう一回出しますよ。踏み切る直前、すねは垂直になってるんですよね。すねが垂直で、膝が前に行ってないということ。この状態でかがんでいると裏ももの力が入りやすくなります。ということで、ここから股関節を伸ばしてジャンプしていく。ジャンプした時の状態がこの画像ですね。まあ、股関節伸びきってますよね。股関節の力を最大限活かすには、膝が前にいかない、すねが垂直のまま力を貯めて、そこから股関節を伸ばしていくと、裏もものハムストリングスが最大限使えてジャンプ力が上がるということです。ここの筋肉のコントロール考えてやってますか？考えてやってるし、意外とね、実はね、プロアスリートと結構います。もも裏の筋肉がどれぐらい使えてて、前ももがどれぐらい使えてるのか、その比重をしっかり考えて行動、体の使い方ができるとジャンプ力が上がります。そのやり方を考えていきましょう。ファイノット行こう。シダバン、はい、やっていきましょうよ。ちょっとラッセル・ウェストブルック選手の足の使い方やっていきましょう。ファイノット、ファイノット、ファイノット、ずっと考えていきましょう。ファニー、シン、フロント、おい、おえぇ、何も言えてねえ、考えていきましょう。ダメなジャンプからいきますよ、はい、こうウェストブック選手、左足で、ちょっとストップ足っていうんですけど、ストップでちょっと足をついた後、右足踏み込んで、この足をメインにジャンプしていくっていうのがさっきの画像だったと思います。
ボール持ってて、ボール持ってきましょう。そうしましょう。左足で少しストップをかけて、右足で踏み切って、この右足をメインにしてジャンプして、股関節伸ばしていく動きなんですけど、ダメなジャンプっていうのは、この右足のすねが前に傾いてしまって、膝が前に出てしまった状態だと、この状態保ってみてください。つま先よりも膝が前に出た状態。皆さんこの体勢取ってみると、多分この辺超辛くなるんですよ。力入ってパンパンになってますね。裏触るとあんまり力入ってないんですよ。まあここも使うは使うんですけど、まあ7-3とかになっちゃうんですよ。前7、後ろ3とか。まあ本当は5-5ぐらいがいいですけど、まあ最低でも5-5かな。僕的にはもう裏7の前3ぐらいにしたいところです。ラッセル・ウェストブルック選手はこの踏み切り足の時にすねが垂直のまま保たれてるんです。で、かかとがこう浮いてきた時に初めて体が前に行って股関節が伸びてくる。この足のついた時のすねの角度っていうのを超意識してほしいんです。皆さんちょっと裏に力が入る感じっていうのをちょっとやってみましょうよ。ちょっと立ってみてもらって、お尻の膨らみありますよ。この膨らみが終わったところ、お尻の膨らみのほっぺたのすぐ下、ここがハムストリングスの上の方なんですよ。上部とか言われるところですね。膝裏から今触ったところまで繋がってます。ここを触っとくとめっちゃわかりやすいです。触っといてもらって指でグッと押しときます。柔らかいところに触ってるときは、そこからすねの角度垂直のままお尻だけ後ろに出してかがんでみてください。すね見ててください。すね一切動かないでかがめますか、皆さん。こうするとケツめっちゃ固まるんですよ。ガッとこの押してる指が押し出されるような感覚になったら、すねは垂直のままハムで踏ん張るってことができると思います。こうやってグッと最初ゆっくりでもいいかもしれないです。こうやってお尻突き出してすねは動かない、膝が前に出ない状態でかがんで、あ、ケツ力入ってる。まあ、本当に上手くなってくると前ももこの状態しゃがんだ状態で揺らせるぐらい、たゆんたゆんに揺らせるぐらいがベストですね。本当に柔らかく、ね、使える人はそういう感じです。じゃあこの立ち方で、まずこれが基礎です。それをじゃあ踏ん張り足スピーディーに使う練習1個だけ教えして終わりにします。シドボン、ランジしてください。ランジ、もうランジ片足前出ししゃがむやつね。もうこの時点でこうやってるやつもうやばいよ。ラスになれませんよ。でもよくいるよね。これがあれですよ、ファイシンフロント OA の状態です。OA OA の状態です。これ ファイノットとかAでしょ、かっこいいでしょ。ファイノット、これ OA です。 OA ね、 OA でしょ。やだね。ファイノット状態、ファイノットシングルイヤー状態。日本語で言ってるルーおしまいすら足りない。すねまっすぐのまま足を上げて下ろせますか。これどれぐらい低くしてもこのままこうなっちゃいます、大体。じゃなくてタップ、もうこれ極めたら皆さんチャレンジします。5タップしてください。これぐらい速さで、これ結構ねうまくもも裏が、ちゃんと叩いてないと今みたいなスピードできません。ぜひやってみてください。以上がですね、ウエストブルック選手のダンクするときに使ってるすねの使い方、ハムストリングスの使い方でした。ダンクはできる足できない足の違い、すねの角度でちょっと確かめていきましょう。皆さんもファイノット、すね、すねまっすぐにしましょう。ハム使いましょう。他にもね、ちょっと今はジャンプ力を上げるための体の使い方いろいろ考えていきたいので、ぜひとも NBA 選手結構やってますけど、跳躍の選手とかバレーボールの選手とか、ジャンプ力を上げるためにこの人の体の使い方見たい、もしくはジャンプ関係ないけどこの人の、フィジカルの使い方、体の使い方をぜひとも解説してほしいっていうリクエストがあればコメント欄でぜひともよろしくお願いいたします。では次の、フィジカル分析もぜひとも刮目してください。ではまた。